まあ、しっかりとポジションを整えることですかね。期間も少ないですし、大学まで時間もないので、しっかりといいコンディション調整をしないといけないです。そうですね、チームとしても優勝を目指してましたし、まさかこう、ああいった舞台で負けるとは、まだ想像もしてなかったですけども、強豪国がね、こうアジアの中でもたくさんいますし、難しい試合にさせられる、国がたくさんあるので、本当に気を引き締めて、前回大会、の経験を僕自身が生かしながら、試合をしたいなと思っています。まあ、個人的には試合の流れとか、空気感だったりをピッチレベルで感じながら、それを、まあ、現場の中で対応していきながら、それに見合ったプレー等で方向性を示していければいいかなと思っています。まあ、優勝しかないかなと思ってますし、その自信も、決意も僕自身、あるので、それをしっかりとピッチの中で示すだけかなと思います。まあ、驚きましたね。もう少しやるかなとは個人的に思ってたんで、まあでも、僕も、小笠原選手にお世話になった、選手後輩の一人ですし、本当にお疲れ様でしたと言いたいですし、まあ、後でちょっと連絡しようかなと思ってます。選手がした判断とか、ね、決意というものに対して、まあ、理由を聞くことはあまりないので、まあ、松尾さんが下した決断に対して、まあ、お疲れ様でしたと言いたいなと思います。僕にとってはもう小学校の頃からのアイドルというか、まあ、三尾さんのリストバンドを買って練習もしてましたしね、まあ、同じこう三尾さんは岩手、僕は出身が青森なので、そういった東北人としての親近感もありましたし、そうですね、まあ、チームメイトとなってからすごくいい先輩としてお付き合いさせていただきました。まあ、簡単じゃない大会になると思ってますので、自分も2大会前に参加しましたけども、怪我で離脱してますので、このアジアで、ね、しっかりとチャンピオンを奪い返せるように、若いチームになりましたけども、しっかりとまとまって戦っていかないといけないと思います。まあ、いろいろなアクシデントだったり、予期せぬことっていうのが、待ち構えてると思ってますので、自分たちの思い通りの結果と思い通りの時間というのを過ごせない中でも、いかにねチームがまとまることっていうのが、まあ、ワールドカップでも見せましたけども、その結束力、チームワークっていうところがね、非常に大事になってくると思いますので、若い選手、中堅ベテランとですね、世代をまたぎますけども、しっかりと自分たちの目標を見据えて戦っていくことがね、大事になってくると思ってます。時間があるようでないので、しっかりとですね、オフシーズンだったり、海外組にとってはいろいろな状況にもあるにもかかわらずですね、しっかりと参加していただいている中でも、しっかりとみんなでね、モチベーション高く保って試合に向けて準備したいなと思ってます。まずチームとして優勝できるように、それに貢献できるようにコンディションを上げて、まず一日一日大切にやっていきたいなと思います。まあ、自分では動いてはいたんですけど、やっぱみんなで動くのとは違うと思うし、まあ、この合宿でしっかりコンディションを戻して、アジアカップに臨めればいいかなと思います。まあ、前回悔しい思いをしている、チームとして悔しい思いをしている大会だと思いますし、まあ、まず日本は優勝しなきゃいけないと思うので、まあ、それに貢献できるように頑張りたいなと思います。ゴールに絡む動きをしっかりしていけたらいいかなと思います。まあ、まず優勝は絶対しなきゃいけないと思ってますし、まあ、個人としても出場したらやっぱ得点アシストでしっかり貢献したいなと思います。まあ、やっぱり仕掛けるところとか
まあ、自分の特徴だと思うので積極的にやっていきたいなと思います。やっぱり A 代表は目指す場所でもありますし、ワールドカップを実際に現地で見させてもらって本当に入りたいと思いましたし、入らなきゃいけないと思ってた選手たちの中 でこういった機会をいただいて、本当に得るものは得なきゃいけないと思ってますし、僕らみたいな若い世代がそういった上の世代のものをできるだけ吸収して、それを自分たちの世代に還元していくことが日本サッカーの強化にもつながると思うので、そういった意味ではトレーニングパートナーというのは非常に大きい役割があるかなと思ってます。本当に今日のボール回しなんかも本当に非常にレベルが高くて、やっぱ若い世代と一番違うのは頭を使ってサッカーしてるなというのは非常に感じました。三浦選手は僕地元がもうほぼ一緒なんで、それに関しては少し喋りました。アジアカップ前の非常に大事な遠征でもありますし、そういった意味でも緊張感もありますし、そういったところで本当に僕たちの世代で経験できないことをできるだけ吸収して、やっぱり聞かなきゃわからないこともあると思うので、そういったところは若さもそうですし、そういったところを考えてしっかり聞きに行きたいなと思ってますし、まあ、やっぱりこの5日間があったからって言えるように、しっかりこの5日間を大切にしていきたいと思ってます。